こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回主役はこちらでございます。プロ野球チップスでございます。はい、今年ですか。今回ですね、このプロ野球チップスをカード、これを開封して出た選手を豊さんにちょっと飾っていただこうかな。ああ、いいっすね。もうこれだから事前に情報入ってない状態でパッて出た選手を、これ出てきたやつお前大変なことになるよこれ2枚入ってますから、うん、1枚目いきましょう。ではまず最初の選手は、はい、こちらでございます。おおお、来た岡本選手、ジャイアンツ。2人入ってんだろ。そうです。もう1人。いや、そしたら、はい、どっちか選べるっていう。ああ、いいです、いいです。そっちの方がいいですか。こいつは落ちるみたいなそれなんか差別化あっていいじゃん。なるほどなるほど。保留ですね。じゃあ2人目いきます。はい、バン。おまさかの千葉ロッテマリーンズ涌井投手出ました。これいい並びっすね。これどうですか。それは岡本行くでしょ岡本選手です。涌井はね、はい、あのキャンプ行ったらね、はい、いつも挨拶来てくれる。おお、ゆうたろさんとか言って、はい、結構懐いてくれる。クールな感じはみんな、はい、でも涌井はなんか見つけては来てくれる。だから社長かわいいっすね。大声でしょ。でも、はい、岡本やな。今回はじゃあこちらで行きましょうか、はい、いや岡本はね、はい、昨年結婚したんだよ、シーズン中に。あ、俺ね、はい、こう若さでもうその時期に結婚するなんていうのはもうありえないと思ったわけよ。何お前恋愛ごっこしてんだみたいな、はい、もう野球やれよ、期待されてんだからっつって、はい、であんまり期待してなかったの俺は。だからそういう面では、はい、なるほど。そういう精神が嫌だったから、はい、で今年になってヒーローインタビューに上がった時に、はい、お立ち台に、はい、ジョニー・デップかなんかっていうなんかお笑いのネタ持ってたんでしょ。あ、そうなんですか。いや、そう、まあ、そういうことを昨年まで言ってたわけよ、はいはい、で今年そういうふうなことをアナウンサーに振られた時に、はい、いや今年はもうやりませんと。そう、こいつなんか心にキスもんがあんだなと思って、おお、そうやって見てた。で確かに打ち方も良くなったし、そのゲームに慣れてきてるし、はいはい、まあスピードにももちろん慣れてきてるし、おひょっとしたらひょっとすんなと思ったらさ、はい、3割30本100打点、100打点、ね、史上最年少で、最年少ですね。それもさ甲子園でさ、うん、最終打席だよ。そうっすよ。そうですね。ここでツーラン打たないと100打点届かないぞって言った時に狙って打ったからね。すごいっすよね本当に。いやだから昨年の結婚して家庭持ち、責任ができ、落ち着き、今年に期するものがあった、はい、それを見事に表現できたという面では、いや、すいや、ちびんって俺も結構さっきからちん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 なってんだよやっぱすごい選手になったね、今年1年かけて。来年、このまま行ってくれれば、まあ、当分巨人の4番いらないっていう感じだね。このやっぱり岡本はそうです。若いですからね、96年生まれ、31、ね、はい、と22だろ、まだ、うん、え、22っすね、はい、22だろ、なんかし、わっけーな、22で、まあ、もうお前、いくら稼ぐかな、とんでもないっすよ、本当に、いやいや、すごい、いや、このちょっとね、落選してしまったんですけども。涌井投手も素晴らしい選手ですから、めちゃくちゃ人懐っこいっていうね、はい、いやいや、すごくいいやつ、当たれなかった選手は、ちょっとまとめて置いといて、はい、なるほど、それいいっすね、めちゃくちゃいいじゃないですか、それ。お前、すごい、お前、俺らはめちゃくちゃいいって言ってるけど、はい、プロ野球選手が見てたら、はい、惹かれるやつの思いそういう扱いされてますよ、ね、それお前、失礼だぞ、お前すごいじゃあどうも